私は何事にも興味を持ち積極的に行動することができます。中学生の頃からアニメが大好きで、いつか声優になりたいとずっと思っていたんです。私の声を聞いて生きていこうって思ってくれる人がいてくれたらなと思って。 Hi ladies and gentlemen, I'm Yuto Kitakata from Sakai City。 ジャンルにとらわれない表現者になりたいという思いで今回挑戦させていただきました。演劇部をやってて、それを見てやりたいなと思って。ドリーム声優オーディション2020アリオ大トリグランプリはエントリーナンバー3番富川莉子さんです。おめでとうございます。グランプリいただいたからには未経験者とかそういう立場関係なく、これまで挑戦された方の分まで精一杯頑張ります。はい。